どうもこんにちは、こんばんは、シロジヤとゆうたんです。はい、ということで本日はデジモンカードゲーム動画でございます。はい、ということでゆうたんさんお願いいたします。はい、今回もデジモンカードのオリパを開封していきたいと思います。はい、オリパ開封でございます。はい、今回は今までよりは高いかな、今まで最高かな。うん、そうですね。はい、でラッキーセブンさんの、はい、8月1日デジモンの日に発売されたオリパでございます。はい、ということで、まあ、いつも恒例のラッキーセブンさんということでね。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今回は最高で5000円かな。おお、これで5000円です。しっかりね、パッケージも、うん、まあ、綺麗にイラストしていただきまして。はい、はい、もう可愛い子たちがいっぱい写ってるよ、うん、仕様となっておりますね。5000円はね、一番最高っすね、今までのオリパの中でね。うんうん、合わせて5000円とかもあるけど、1個で5000円っていうのは初めてやね。うん、すごいですね。ゲームソフト買えますからね。すごい。そんなやったらボックス買えるよ。うん、確かにボックス分だと思っていただければね、多分皆さん見やすいかと思いますので。うん、はい。はい。とりあえず開けまーす。はい。マステッドは、あとでカットして。はい、開けてきました。はい。ということで。はい。何入ってるかなー。じゃん。かな。あ、まだあった。おパックと演出オリパかな、今回新しいやつ。はい、あと1個ですね、これですね。とローダーに入ったカード。はい、まあ、これが多分絶対当たりでしょうね。うん、これはじゃあ最後にしましょう。最後にしましょう。すごい、ちゃんとローダーに入れてくれてるんですね。じゃあどっちからしようかな。じゃあ普通にパックから開ける。あ、そうですね、パックからのが一番いいんじゃないですか。無難にね。何パック入ってるんですかね。3パック。あ、3パックか。まあ、第1弾だよね。第1弾2個と、はい、2弾が1個。はい、1弾開けていこう。はい、まあ、それにこのパックはね、SR はどうなんでしょうね、入ってるのかな。ちょっと重量とかでね、分かる部分はあるので。何かな、第1弾1パック目。はい、第2弾パックもあるですね。第2弾パックもある。はい、パック目。はい、なかなか第1弾の方でやっぱお目が重いですかね。うん、第1弾はね、うん、別の動画で見ていただけたらと思うんですけど、はい、なんかね、5000円で結構ボリューミーですからね。うん、はい、何かの演出がどう変わってるのかもね、こう注目していただけたらと。これは勝てるのかピッコロも。どうなんでしょう。はーい、はい、あ、負けてる。速攻負けた。まあでも逆転もね、ありますからね。速攻ほら、可能性としては。あー、ほんとや、なんかもで、なんか、ね、あ、なんもないですね。はい、なんもないってことは例外ね。ですね、うん、まあ、しっかり第2弾のカードが入ってる感じですね。うん、第2弾と第1弾、第1弾も入ってるね。うん、ドマモンから始まってるから。はい、じゃあ次2パック目、はい、5パックもあればね、1枚ぐらいはね、シャールのは出てくれるんじゃないですかね。あ、ミス的にこれは勝てるかな。お、勝てるかな。勝てるかな。どうでしょう。
ぐらいはね、ちょっと大事なので、うん、初演出を見たいところはありますけど。はい。あ、負けた。あ、負けちゃいましたね。せーの。では、うん、ない。ってことは、ね、そうですね。かける。お次、ね、コカトリ、コカトリ。終了と。完璧ね。繰り返しに着きましたね。うん。はい。いつのね。あれ、これは勝ち演出は見れるのかと。これは勝てる？いやー、どうでしょうね。実際アニメでは勝ててないですからね。うん、メタルガルルモンになって初めてそれは勝てましたからね。そうでしょう。はい。あ、やっぱ負けた。ね、はい。なんもない。まあまあまあ、そこはやっぱアニメ通りなんじゃないですか。さすがにグレーモンじゃ勝てないですよ。勝てないかー、うん。メタルグレーモンはなと思うなと。4パック目。はい。はい、そろそろね、あれこれもそうな感じですけど、これも勝てるかわかんない。スカルグレーモンですか。うん、いいね。スカルグレーモンはもうあれですよ、太一君がね、止めにかかってくる。はい、あ、勝った。ああ、素晴らしい。インプもいる。インプもや。初演出ですね。初演出やね、これは。第2弾の。でも今回の演出は普通に勝ったら SR 以上なんで。お、なるほどなるほど。こっち2枚ですか、ね、何かとね、あ、こっち、あ、え、あ、すごい、全部 SR じゃないですか、これメタルガレルも、あれ、最後だけだと思ってる、普通に2枚だけ開けたら、すげえ。ってことは、オメガモン、オメガモンじゃない、そう、あ、オメガモン、すげえ。これいいですね、すごい、3枚セット、SR、 これやっぱさすが、5000円の、多分普通の S オリパで、これは多分ね、なかなかないんじゃないですか、うん、ないと思う、すげえ、3枚セットや、素晴らしい、しっかりとオーグレイもメタルガルルモンでね、うん、オメガモンという、これちょっと粋な演出でございますね。はい、今回です。最後です。はい、1目。何パック目でいいのが出ちゃったの。ねえ。これが最終パックでございますか、ね、はい、なんか見たぞ。はい、最初見ましたね。はい。ラストパック。ま、あ、まあ、でも4パック目にね、だいぶね、ちょっとすごい、演出が見えましたからね。なんでこれ逆さま？お前逆さまや。逆さまや。入れ方間違えてたかな。うん。ということで、すごいすごい。まあでも5000円ですからね。うん。これでもね、すごいいいですよね。うん、この3枚。すごいセットだったね、うん、これは。で最後にでこの、はい、動画に入ってる、ね。これが一番まあメインだとは思うんですけどね。動画はとてもいい、1枚やね。うん、いつもいいよね。さあ、何が入ってるかな、うん、何が入ってるかな、ほんまに。ここにオメガモンがいるから、それ以上かな、ね、オメガモンよりも、あ、下やね、いいやつっぽいですね。下が空いてる。第2弾のやっぱ、キャラが来るんですかね、ここは。どうなるの、あー、見て。ブラックオーゲンも確かするんですか。入ってるね、そう。はい。スリープ。はい、最後のローダーに入ったワンパック、ワンパックじゃないわ、1枚、はい、せーの、はい、あ、ホーリーエイジもね、あー、ホーリーエイジもパラレル、パラレル、へー、ホーリーエイジもパラレル入れてくれた。いやー、そっか、まあ、私たちのね、開封動画見てる方は、うん、うん、もう初っ端ですね、初っ端、はい、うん、第1弾の一番最初のボックス開封、1ボックス目にね、ホーリーエンジェモンのパラと普通のホーリーエンジェモンが出たという思いでありますか。そう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 、まあイラスト綺麗ですからね、第1弾のパラ、うん、綺麗綺麗、うん、すごい、これ全部第1弾のカードね、第2弾出なかったっすね。まあでも第2弾は正直そこまでね、うん、あの高いカードがないっていうね情報もありますから。おー、でも今回すごかったね、うん、素晴らしい、まあいい感じなんじゃないですか、うん、インストリパーでもしっかりね、そう、3枚入ってるのびっくりしたわ、うん、これが一番熱かったですね。すごいすごい。ということで、5000円オリパは、まあ、以上でございましたと。はい。はい、では、また次回ですね。またエースオリパかな。うん、どっちに先しようかな。一応、はい、次、一応2種類、うんうん、買ってて、この普通の、いつも月末のやつが、今回8月1日のオリパと、はい、で8月2日に新しくて買ってみた、あ、エンソリパですねがあります。はい、2つのことがあります。はい、ということで、まあ、また別のねオリパ動画がちょっと今後2本ね、はい、上がりますので、まあ、ぜひね皆さんちょっと楽しみにお待ちいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということで
皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回のデジモンカードゲーム動画でお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。